準決勝第2試合、滋賀県代表安泰、山口県代表只田学園、両チームともに初のベスト4進出。まずは3年ぶり2回目の出場、滋賀県代表の安の山本監督が掲げるサッカー、それは高速ドリブルとパス、そういった個人技のレベルの高い選手たちがクリエイティブなサッカーをすると、日本の高校サッカーを変えたい。安のクリエイティブサッカー、それはディフェンスからの徹底した攻撃の組み立て、そして前線での卓越した速いパスワーク、さらには各選手が絶対的な自信を持つドリブルと相手ディフェンダーを翻弄するトリッキーな個人技、組織的なプレーが中心の高校サッカー界において、今大会個性を生かしたプレースタイルを展開してきた。その中でも注目は9番エースストライカー青木浩太。ドリブルとテクニックを武器とする青木は J1 ジェフ千葉への入団が内定している。選手権初戦の修徳戦では決勝ゴール、四日市中央工業戦では同点ゴール、続く3回戦でも先制ゴールを挙げ3試合連続ゴールを記録、常に安の得点源となっている。準々決勝の大阪朝鮮戦は先制を許す苦しい展開、青木に得点はなかったものの、チームは PK 戦を制し初の国立ベスト4へと駒を進めた。安のクリエイティブサッカーが国立の舞台でさらなる輝きを見せる。対するは13年連続18回目の出場、山口県代表の只田学園。実は去年の10月、彼らをある悲劇が襲っていた。経営難による学校存続の危機、サッカー部は活動の縮小を余儀なくされた。それだけに今回にかける思いは強い。全国にタタラという名前を残したい、そんな思いを胸に挑んだ選手権、そして掴んだ国立への切符。シュート5枚目決まった。あと1回の、そしてここで長いホイッスル、試合終了。25年かかりました。選手たちを本当褒めてやりたいです。今大会初のベスト4に導いた立役者、それは強力なアタッカー陣。まずはイベリア人の父を持つ10番のエースハウバート・ダン。インターハイ王者青森山田との3回戦、後半終了間際起死回生の同点ゴール、只田学園をベスト4に導いた。そして只田が誇る3本の矢、石田、平川、小畑の3人のスーパーサブ。接戦となった3回戦と準々決勝、この3人が投入されて流れが変わった。国立行きを決めた得点は20番小畑から18番石田のコンビプレー。また青森山田戦で団の劇的な同点弾を生んだのは交代出場の19番平川だった。決勝への椅子はあと1つ、クリエイティブサッカーの安か、それとも全員サッカーの只田学園か。第2試合は間もなくキックオフ。